A runway to Aurora, India, and a mysterious landmark in NASCAR. In this video, I would like to show you a landmark which shows the direction to Aurora, India. この動画の中では私、林宏が今まで皆さんにお見せしてきたランドマークとは異なったランドマークを お見せいたしますこのまるで囲んだあたりはですね私林博が第二ゾーンと呼んでいる地域ですこのあたりには南アジアの拠点からのラインが集まっていますそしてその方向を示す滑走路が集まっていますその一角にこのような穴の開いた箇所がありますその穴から 一本の滑走路が向かって右側の方に走っているのがわかります。この穴は何かということですね。同じ場所古い写真と比べてみますえ。つまりこの丸の部分はですね、マウンドなのか、それとも穴なのかという問題があったからです。で、マウンドならば、 これは穴ではないということになりますねでまあ写真だけでは判別できませんがこの影に注意してみてくださいこれは穴なのかそれとも山なのかという問題ですねで、まあ、簡単に検証してみますでここにランウェイが走っているのがわかりますこの白いランウェイがです、ねこの 最終的にはこの穴の上下まで伸びている点に注意してくださいで近くの同じ年に撮られた写真ですけども木の光の方向と比べてみました光は右上から左下に走っているのが分かります影が左下にできてますねということはこの穴のように見えるあるいはマウンドのように見えるこの辺りはですねこの中心点はマウンドではなくて とということがわかります。もしもこの中心がですねマウントであればその影が左下の方にあるはずですねですからこれはマウントではなく穴ということになりますどうしてこんなところに穴があるかということですランウェイがその穴を取り囲むと言いますか上下に取り囲むようにしてこの辺りまで伸びている点に注意してくださいつまりこれは穴だということです ととなるとなるぜこんなとととここころに穴があるかということですこの穴は何を意味するかということですねで皆さんをインドのエローラへ案内します英語の方ではエローラ・ケイブズエローラ・洞窟となっています 大きな岩盤を上からあるいは横から掘り込んでですねこのような寺院ができたということですこのエロラからナスカに線を引いてみますそのラインは皆さんにお見せしたあの穴へとまっすぐとつながっていきますナスカです古い滑走路ですから見にくいかもしれませんけども 注意深くご覧くださいこの矢印の矢印で囲んだところにですね滑走路があります黄色いラインは右からですねインドのエロラから引いてきたラインですそしてそのラインはまっすぐと皆さんにお見せした穴へと向かっていきますもう一度やってみますこの黄色いラインはインドのエロラから 引いてきたラインですそしてそのラインはこの滑走路を貫いてそして穴へとやってきますもう少し拡大して皆さんにご覧いただきますこの穴ですねつまりこの滑走路はインドのエロラの方向を正確に示しているということになります 拡大していますさらに拡大しています滑走路が見えるでしょうかこの黄色いラインが滑走路を貫いているのが分かりますつまりこの穴と滑走路はインドのエロラの方向を示しているということになります今度は視点をですね穴に移してみますそして 滑走路が見えますかねこの黄色いラインがエロラから引いてきたラインです前方に山があるためにラインが途切れますがインドのエロラから引いてきたラインですそしてそのラインは穴へとやってきますつまりこの穴はインドエロラの洞窟寺院を示すランドマークということになります でもう一度結論を繰り返しますこれはインドのエロラを示すランドマークということになりますまあ過去の写真と見比べていただきますこの中心にある黒い一番黒い部分がその穴ということになりますここで注意していただきたいことはですねこの穴を上下 ちょうど挟むような形でラインがこの穴の上下のあたりまで伸びているという点です注意深くご覧ください今矢印で示したところですつまりこの穴はこの滑走路を明らかに意識して作られた穴だということになりますつまりこれがエロラインドのエロラを示すランドマークということになります 今まで皆さんにお見せしてきたランドマークとは趣が違うといいますか異質なランドマークということになりますが私林宏はこれもランドマークの一つであると判断しました。 hiroshi hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world today's story is about lalibela which is referred to as the eighth wonder of the world was this site really created by humans my answer is however no they were created by aliens whom we may call gods here in this video, I can show you the evidence. Wikipedia writes as follows: This historical and religious site is currently accepted in the modern name of Lalibera after King Lalibera of Ethiopia, who is regarded as a saint-like figure by the Ethiopian Orthodox Church. Among eleven churches, Church of Saint George is among the best known and last built of the eleven churches in the la libera area and has been referred to as the eighth wonder of the world the dimensions of the trench are twenty five meters by twenty five meters by thirty meters and there is a small baptismal pool outside the church which stands in an artificial trench Lalibera, king of Ethiopia, sought to recreate Jerusalem and selected the church's landscape and religious site in such a way as to achieve such a feat. The churches at Lalibera are clustered in two major groups, one representing the earthly Jerusalem and the other representing the heavenly Jerusalem. Located directly between them is a trench representing the river Jordan. 世界8番目の不思議に位置づけられているのがラリベラにある11頭の教会です。岩を上からくり抜いて作られた教会です。この方法で作られているのが中国の落山の大仏、それにインドのエロラの寺院です。 そのラリベラの中でもセントジョージ教会は特によく知られています。エチオピアのラリベラ王によって建てられたものと言われています。縦横25メートル、深さ30メートルです。セントジョージ教会は地上のエルサレムと天界のエルサレムを再現したものと言われています。が、あくまでもキリスト教会のキリスト教会の教会というわけです。が本当にそうでしょうか 実はそれをひっくり返すような事実が浮かんできましたので、この動画の中でそれを紹介します。それでは皆さんをエチオピアのラ・リベラへ案内します。ラ・リベラです。で、ここに11棟の地下教会といったらいいのでしょうか岩を上からくり抜いて作った教会があります。 で、後で少し紹介しますけども、インドのエロラもそうなんですけども、エロラの場合はですね、あれ,はあれほど壮大な寺院でありながら、未だにまだその削ったカスがですね、いわゆる岩くずがですね、見つかっていないんですね。多分このラ・リベラについてもそれがないんじゃないかと思います。まあ、ざっと見た感じ、見当たりませんでした。まあ、そうしたね、岩くずがどこかに山のようになってるのかなと思いましたけども、そういった様子は見られませんね。 綺麗に片付けてあるということなんでしょうかまあ、これが要するに、ラ・リベラの教会の屋根です。で、この屋根に注意してください。で、この屋根を見ますとですね、まあ、いわゆるまあ、キリスト教会側は、これは、クロス、十字架を片取ったものだというふうに説明しています。が、ところがですね、ゼカリア・シッチンの書いた本の中に、こんな絵がありました。左 えー、下の、その図がそうなんですけども、これは、まあ、シーチン説によれば宇宙空港の方角を示す模様だというわけです。紀元前3200年の思想から見つかった、まあ、陶器にこの模様が書かれていたというのですね。で、この、ヤルマラリベラの天井の模様と、そして、シーチンが本の中で宇宙空港への道しるべだと言って紹介している模様と比べてみますと、これが、 完璧にパーフェクトに一致しています。いわゆる似てるとか似てないとかいうのではなくて、完璧に似ているということですよね。皆さん自身でしっかりと確認してください。二重枠で囲まれ、中心に十の字、って言いますか、が書かれています。左は12世紀から13世紀に作られたラリベラの教会の模様です。そして右が紀元前3200年頃の地層で発見された 陶器の模様です。まあ、これをどう考えたら良いかということですよね。いわゆるまあ、あのー、どう考えたらいいかということになるわけですけどもね。偶然の一ということになるのでしょうか。が、ラリベラ王はですね、えー、なぜこんな教会を作ったかってことについてですね、毎晩ですね、セントジョージがですね、枕,枕元に立って、 こうした教会を作れというふうに指示したと。で、それを、その意を受けてですね、ラリベ,ベラ王が、そのこうした教会を作ったというふうに言われています。で、これ、もう一度比べていただくとわかりますように、その間には、実は4,400年という年月が流れているわけですね。これをどう考えたらいいかってことになるわけです。で、その、教会の十字が気になったもんですから、どちらの方向を向いているか、 調べてみようと思いました。現在が、現在はですね、このような大いに追われていまして、あの方向がわかりません。この方向がしっかりわかれば、ひょっとしたら、シッチンが解いた宇宙空港説の裏付けが取れるのではないかな、というふうに考えましたけども、まあ残念ながら、その方向が左の上の方に、ようにですね、大いがかけられていて、その方向を調べることができませんでした。で、この、ナリベルと並んで考えなくちゃいけないのがアクサムなんですね。で、235キロ、 北方にアクサムがあります。このアクサムはオベリスクでよく知られています。極めて精緻といいますか、完成度の高いオベリスクが立っています。で、この、いわゆるラリベラとアクサムの関係は、一枚の写真で証明できます。これがアクサムのオベリスクです。完成度が高いということは、極めて精緻に、そして正確に作られているということですね。 これがその、中に折れた、こう、オベリスクもそのままになっていますけども、巨大なオベリスクですよね。どうやって作ったのか、どうやって掘ったのか、どうやってここまで持ち運んだのかということは、未だに謎です。で、ラリベラと、そのアクサムの関係ですけども、この2枚の絵を比べていただければ、もうお分かりかと思います。同じですね。いわゆる、まあ、鍵と鍵穴という感じなんでしょうかね。 全く同じように作られているということです。で、このラインがですね、ラリベラ・アクサムをつないだ線です。で、今点で示したのがエルサレムです。で、エルサレムを模して、ラリベラ王が、いわゆる教会を作ったということですから、線を引いてみました。その間の距離がですね、37キロですから、まあ、エラーとしてはやや大きいかなという感じがします。で、 これがラリベラですね。で、インドのエロラをちょっと調べてみたいと思いますけども、このエロラもですね、上から岩を掘り込んで作った寺院です。こうした寺院が、まあ、ざっとこう、並んでるんですね。で、その中でも最大の、最大の寺院がこの寺院ということになります。で、ナスカ理論で調べています。ナスカです。黄色い線は今、ラリベラから引いてきた線です。カストロがちゃんとありますね。 これらの、ここのあたりの滑走路はですね、南アジアのラインが集まっているところです。いわゆるメインの、いわゆる滑走路とが少し離れています。また痛みも激しいですね。ここに今滑走路があるということですね。緯度経度はここに示しておきます。で、この点を基準にしてちょっと注意してくださいね。ちょっとわかりにくくなります。 やや上空に上がりますと、線が大変見にくくなっていきます。その上にあるのが、実はエローラのラインなんですね。ですから、黄色いラインを延長すればエロ、エローラのラインと、やがて、まあ、近く、近くでですね、えー、クロスポイントが生まれるということになります。上がエローラです。で、このあたりは先ほど言いましたように、えー、南アジアから、南アジアからの拠点からのラインが集まっています。これはエローラのラインですけど、ランウェイですけども、綺麗にできてますね。 こういうランウェイがこの辺りに集中しています。まあ、ついでですけども、これはタカイン東京さんが指摘してくださったんですけども、これがエレファンタのライン。それからこれがワットプーですね。それからバンコーク。それからエローラのラインとあって、そしてラリベラのラインもここに集中しているということです。また調べれば、たくさん出てくると思います。で、結論ということになりますけども、紀元前3200年前の模様が、いわゆるまあ、 わるね、こうして教会の模様になるってことは、どう考えたらいいかということですね。そしてこの教会は、セントジョージの指導によって作られたということになっているわけですね。で、右が紀元前3200年頃の地層から見つかった模様です。で、この模様が完璧に一致している。ただ単なる偶然の位置化いうことになるわけですけども、大変意味のある陶器であることは、シチンが注目していることからもわかります。 そしてその同じ模様が12世紀から13世紀の、いわゆる、まあ、ラリベラの教会の屋根の模様となって現れたということですね。ということは、左の、この十字の模様はですね、キリストの張り付けを模して、まあ、作られている十字架の、いわゆる模様ではないということになりますね。まあ、あの、大きな、まあ、疑問符がつくということですよね。わかりやすく言えば。 そして、まあ、神々、すなわちエイリアンがですね、このように、まあ、紀元前3200年から、そして 1, 12世、紀のラリベラ、そして現在もそうした指導が続いているということになります。ですから私は、私たちはエイリアン、すなわち私たちは神と呼ぶエイリアンによって、このようにして操られているという考え方を導きました。いろんな場所でそういった、そういったことが見られますね。なわち、 ラリベラの王はですね、エイアンに操られてこのような教会を作った。そのエイリアンは紀元前3200年にすでにその模様を作っていたということになるのではないでしょうか。では続くビデオをご覧ください。Bye for now!Hello, this is Hiroshaya Shihama Ma City Japan. エイリアンの建築物、インド、エローラ。その証拠と証明。インドにある、って言いますか。最大級の石像建築物といえば、エローラということになります。これがそのエローラです。岩をですね。大きな まあ一つの岩をですね、縦横に掘り込んでいって、このような、まあ寺院を作ったと言われています。高さが34メートルあります。そして、極めて精緻な彫刻物で知られています。石とのみだけで作ったと言われています。で、そのエロラの謎を解くために、三つの地点を選んでみました。ラ・リベラとアクサムと、それからバダミです。これがラ・リベラです。 エチオピアです。同じく岩を掘り込んで作ってあります。これがアクサムのオベディスクです。やはり一枚の岩、一つの岩からですね、このような塔を作ったわけですね。これがインドのバダミです。まあ、共通点があってますけど、まだ調べてた範囲の中でね、共通性があるというものを選んでみました。で、比較をしてみます。ラ・リベラルですね。岩を上からくり抜いて作ったと言われています。 で、このラリベラと、えー、アクサムのオベリクスと比べてみます。これはまあ、いろいろ精査していましたけども、今日は一箇所だけ紹介しますが、それで十分かと思われます。この頂上と窓の部分を比較してみてください。同じ形だいうことにお気づきになると思います。いわゆる共通性があるわけですね。そして、今度はラリベラと、 えー、エロラを比較してみます。共に岩を掘り込んで作ってあるという意味で、建築の方法がですね、同じと考えます。まあ、向こうに元の岩盤が見えます。向こうの側にね。で、今度はエロラと、えー、バダミを比較してみます。 で、これは、あの、一部分ですけども、バダミの残ってるこの屋根ですね。頂上の屋根と、それから、エロラの、ま、建築物の寺院のですね、屋根を見てくださるとわかりますが、同じ、やっぱり、コンセプトで作られていることがわかります。てこうして4社を並べてみますと、それぞれが、それぞれに、ま、共通性をも共通点を持っているということですね。 で、私はこれらにイコールマークをつけます。まあ、一応、あの、ここを起点にしてます、基準にして、私のナスカ理論で、これら4社がですね、えー、エイリアンによって作られたということを証明いたします。まあ、これ、全体像ですけども、まずエロラからナスカに線を引いてみます。左の方に行きますと、ナスカですね、西です。 今度はアクサムからナスカに向かって線を引きます。次に、ラ・リベラから線を引きます。で、バダミからナスカに引きますけども、その線は、えー、ラ・リベラからの線からと重なります。まあ一致するわけですね。で、バダミからナクサに引いた線と、ラ・リベラでのエラーはですね、えー まあ、2キロちょっとですね。下の線がバダミとナスカを繋いだ線です。で、やや上に、あの、ラリベラが見えますけども、エラーは2.4キロメートルです。で、ナスカでそれを検証しています。ナスカ理論の応用です。ここはナスカですね。で、エロラの、これがエロラからの線です。続いて、 ラ・リベラとバダミからの線です。この2本は1本の線となり、ここで、カ滑走路に向かいます。そして、アクサム。ちょっとアクサムの線は小さいんですけども、補助的な線のような感じがします。それから、見ていただくとわかりますように、これら4社はですね、ここで、まあこうう、こういった形で線が集まっているわけです。で、これを偶然というか、偶然でないというか、 それは皆さんの判断にお任せしますが、私は偶然ではないと思います。で、ラリ,リベラからバダミの線、もう一度見てくださいね。これ、ラリベラからの線です。この小さなプラットフォームの上の部分を通り、ランウェイの上を通りますね。それからこれはアクサムからの線ですけども、アクサムからの線は小さいですね。短くて、いやまあ、細いと言いますか。この線、滑走路の下を通ります。 よく見てくださいね。そして、これがエロラからの線です。エロラからの線は非常に大きいですね。立派な滑走路があります。ということは、それだけエロラが重要な地点であったということを示します。そして、まあ、線がですね、こうして4本の線が、まあ、こうした形でこのあたりに集まるということなんです。で、 これらが、これが、ああ、バダン。これエロラですね。ごめんなさい。エロラです。まあ、これを見てですね。まあ、改めて見直してみて、この向こうに我、我々が神と呼ぶエイリアンが、まあ、活躍していたというふうに考えても、なんだおかしくはないと思います。ということで、今日はエロラの謎について迫ってみました。どうもご覧になって Uh, Thank you very much and see you again. Bye. Hello. This is Taka in Tokyo and Hiroshihayashi, Japan, South Asia in NASCAR. In another part of NASCAR, we can find dozens of runways to major footfalls in South Asia as well as India. Here is a story about it. これがエローラです。岩をくりぬいて作った寺院です。このエローラからナスカに線を引いてみます。まあ、その前に今までのゾーン A の他に14キロ離れたところにゾーン B があります。 このゾンビーには南アジアあるいはインドからの直線が集まっています。言い換えますと、この辺りには南アジア、インドへの滑走路が集まっています。少し見にくいので、メイドを変えてご覧いただきます。無数のって言いますか。何十もの滑走路が走っているのがわかりますね。それぞれの滑走路が それぞれの拠点を示しています。で、この中心あたりに穴があります。この穴に注意してください。緯度、経度はここに示しておきます。その右上にエローラーへの、エローラーへの滑走路があります。視点を落としてみますと、 直線であることがよくわかり、この直線がまっすぐとエローラを示しているのがわかります。この黄色い線はエローラから引いてきたものです。あとの、この続くビデオの中でエローラの滑走路が出てきますが、そのエローラの滑走路とは違います。タカイン東京さんが 教えてくださいました。他にも、この辺りには、まあ、何本かの滑走路が集まっています。順に見ていきます。これらが、エロラからの滑走路です。今、皆さんにお見せいたしました。次に、シギリアからの滑走路です。シギリアとワットポールは、 一直線に重なります。一直線上にあります。シギリアです。ワットポールです。そして、今度は、バンコクですね。タイのバンコクからの直線です。やはり、ぴったりと重なるカソルがあります。 そして、エレファンタです。洞窟寺院です。こうして、この辺りには、南アジア、および、インドからの、あるいはインドへの仮想ルが集まっています。ということを頭に入れて、次のビデオどうかご覧ください。Thank you very much, and bye for now.